こんにちは。一般社団法人 IT 活用支援中小企業協会のビル・カーターと申します。今回は補助金についてご説明したいというふうに思います。はい。皆さん、補助金活用できていますでしょうか？はい。例えば補助金を活用すると、自分の会社からの手出しがもうほとんどない場合でも、生産性を向上させると。いったようなことができるようになります。今回の、動画を見ていただくことによって、社長さんの会社がですね、そのように手出しがほとんどない状態で生産性を向上させるっていうような、もしくは儲かる体質にすることが、できるように、なっていただくということになります。はい。ちょっとそれでですね、本題に行く前に簡単な自己紹介なんですが、私自身は過去20年にわたってグローバルな立場で活動してきております。IT の側面からですね、中小企業を支え続けて20年近くになります。また、海外在住で国内および海外で IT 企業などの経営に携わっております。その私の視点から見てもですね、今、この社団自体の必要性と有益性は高いと自負していますので、今回のチャンネルを見ていいと思ったら、高評価とチャンネル登録、またはホームページも見ていただいて、問い合わせですとか、無料診断ですとか、もしくは、電話でも問い合わせ、受け付けておりますので、よろしくお願いします。はい。今回ではこの補助金についてなんですが、ご説明をしていきたいというふうに思っています。はい。でですね、今年はですね、皆さんご存知の通り、コロナ対策でもう、いろんなですね、多くの補助金が特別枠の名のもと、全額補助ですとか、75%補助ですとか、今までないくらいの高い補助率っていうものが、補助されていたりします。これが75%だったり、ものによっては100%であったりとか、こういったものを使わない手はないんですが、いかんせんですね、結構手間がかかったりするので、もしくは存在自体知らないとか、そういったこともあるので、社長さんにとってはですね、忙しいからちょっと、やってはみたいけどみたいな形が多いのではないかと思います。そんな中ですね、この社団ではですね、使いやすいですとか、紹介に値するものをピックアップして、使っていただいて、さらにそういったもので IT 化をどん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 進めていくことで、生産性を効率していっていただきたいというふうに思います。はい。以前ですね、このチャンネルでも登録したことがある、東京限定になってしまうんですが、東京のテレワーク、補助金、あ、と、テレワーク助成金ですね。はい。これがですね、100%助成されるという、なかなか太っ腹な企画というか、助成金でして、こちらが100%助成されるんですが、締め切りが何回かかな、延長されて、今のところ締め切りが7月の末となっております。7月の末となっておりまして、これはさらに延長を重ねる可能性もあるんですが、まだの会社さんで申請したい会社さんは、とりあえず、延長わかりませんが、とりあえずこの7月の末までの、期限に間に合わせて、急いで申請してみてはいかがでしょうか。かなり、申請書類とか、用意する書類が多くあるので、もし間に合えばということで、次の、延長のニュースを待つという選択肢も、あるかもしれません。はい。それでですね、今回の、これとは別の、紹介したい、補助金が、小規模事業者、小規模事業者。これ後でリンクでですね、動画の下に説明、貼っておきますので、ご覧ください。小規模事業者持続化補助金ですね。持続化補助金。持続化補助金。ですね。補助金というものがあります。こちらはですね、
はい、毎年最近ある補助金ではあるんですが、この普通の枠よりももっと、有利な枠というものが別で、まあ、並行して募集されております。まあ、これですね、ちょっと分かりづらいんですが、まあ、通常の、補助金と、この小規模事業者持続化補助金の普通とは別に、まあ、コロナ枠というものがありますと。で、まあ、こういうものがあるんですが、はい、こちらのコロナ枠の方が条件ですとか、そういったものが、まあ、有利というようなものになっております。はい、これですね、ちょっと検索するとですね、まあ、例えばこれ、今、小規模事業者持続化補助金というふうに検索すると、いくつかですね、公式サイトが複数あるように見えて、しかも応募の、募集要領も非常に長くて読んでいられないので、まあ、簡単にご説明はしたいと思うんですが、なぜこういうふうに複数の公式サイトがあるかというと、まあ、まずこの普通枠というもので一つあって、まあ、さらにこのコロナ枠というもので一つあると。で、さらにですね、これ、社長さんの会社が所属する地域がですね、商工会議所なのか、商工会なのか、まあ、こういった違いで、まあ、なんていうか、まあ、見るべき公式サイトが違うというようなものになっています。都市部に、会社を構える会社さんはですね、商工会議所の方でいいんですが、まあ、そういったことで、まあ、間違いないと。商工会議所ですね。商工会議所。商工会議所。で、こっちが都市部ですね。はい。で、商工会議所の方は、まあ、このコロナ枠と普通枠で一つずつの公式サイトが存在する形です。で、まあ、都市部以外のものに関しては、まあ、この商工会というところが窓口となっておりますと。まあ、こっちはこっちで公式サイトがありますという形になっています。はい。まあ、なので、まあ、間違えて別の書式をダウンロードして最初から書き直しといったようなことにならないようにしていただければというふうに思います。はい。それでですね、まあ、このコロナ枠の方を、まあ、今回はご説明していきたいというふうに思っております。はい。こちらコロナ枠は何かっていうとですね、まあ、助成金、今までというかですね、この助成金の、に対する、この事業に対する、まあ、約133万円までは、投資したものに対して4分の3を補助しますと。つまり100万円までです。100万円が補助受けられますというものになっています。はい。100万円で、これが4分の3分ですね。まあ、4分の3分というのはちょっと変ですけど、まあ、4分の3助成補助を受けられるというものになっています。それで、このコロナ枠に応募するために必要なものっていうのがですね、この133万円使い切った場合のうち、この6分の1程度ですね、まあ、20万円ちょっとですか。まあ、まあ、この6分の1以上を、6分の1以上をですね、まあ、1つ目にはテレワークに対する投資、もしくは非対面型ビジネス、まあ、非対面型、まあ、簡単に言うとオンラインビジネスと言ってしまっていいと思いますけれども、まあ、オンラインビジネス化にすると、まあ、こういった、
これが、まあ、要件になっておりまして、まあ、それとですね、まあ、この6分の1だけではないんですが、この133万円のものは販売促進ですとか販路開拓に対して、使えるものですよということなんですね。販路開拓、販売促進とかですね、まあ、もしくは、まあ、販路開拓という名で、例えばですね、まあ、それマーケティングとかホームページだけではなくて、まあ、例えばあのですね、新商品を開発することによって新たな、お客さんを獲得することができますということで、そういった設備にも使えますし、そうですね、あとは先ほどのホームページ、まあ、いろいろ結構使い勝手はいいですが、まあ、とにかくですね、販路開拓に結びつくものが必要ではあります。実はこの括弧書きで生産性向上というふうにも書かれてはいるんですが、単純に生産性が上がるだけだと、ちょっと通らないと。生産性向上、例えばですね、経理の人が、そうですね、まあ単純に経理の効率を半分にしましたというだけでは通らずに、そうですね、まあ内部的な何か、あの生産性というか、あの合理化をして、その結果お客さんが増えただとか、生産できる数が増えて、まあ、販売促進につながるとか、そういったようなストーリーを書くことが必要になってきてまいります。はい。こちらですね、まあ、少し特徴としましては、これ普通枠、コロナ枠ではなく普通枠の方でも同じなんですが、まあ、例えばですね、共同申請が可能になっております。まあ、これをですね、まあ、例えば133万円分を、まあ、5社でやったりすることによって665万円投資額のうち500万円までを補助、受けると。でこれの場合にはですね、例えば1社で400万円とかやって残りの4社で、その残りを分けてやるですとか、まあ、そういったことも可能になっています。まあ、ただ共同申請の場合は少し採択率が低いんではないかと予想されていますので、単独申請の方が簡単ではあるというふうに思います。はい。でですね、今年のコロナ枠、まあもしくは通常枠の方もそうなんですが、これプラス通常枠と、あ、ごめんなさい、コロナ枠プラス、コロナ枠ですね、はい、まあ、これが今のコロナ枠ですね。そしてですね、このコロナ枠に対して、まあ、このコロナ枠とセットで申請できるものが、事業再開枠というものがあって、これはですね、まあ、このコロナ枠への上乗せ枠みたいなものになっています。事業再開枠ですね。で、こちらがですね、まあ、店舗ですとか、リアルに、お客さんと会うっていうような、事業の場合には結構使えるんじゃないかと思いますが、はい、ですね。で事業再開枠の方はこちら50万円の枠が、まあ、50万円投資するといった中で、これ50万円ですね、50万円のうちこれ50万円まで全額ですね、全額補助されますと。はい、100% ですね、要するに。まあ、なのでちょっと分かりづらいかな、まあ、100% と、100%、まあ、補助されるので50万円と。なので、この100万円と合わせて、まあ、この50万円どちらもやると、全体でですね、183万円中、まあ、133万円が、あ、そうですね、100
50万円が、補助されるというものになっています。はいですね。でこちらの事業再開枠の方は何かというと、感染拡大防止枠、まあ、感染拡大防止のための費用というものになっておりまして、こちらは何かというと、どういうものを使えるかというと、まあ、例えばマスクだとかの消耗品、まあ、もしくは換気扇とか、まあ、高機能換気扇だとかで、まあ、空気の滞留をなくすといったような、そういった設備投資というんですかね、まあ、そういったものにも使えますし、はい、換気扇だとか、まあ、オゾン発生装置みたいなものですとか、殺菌装置、それから清掃費用、まあ、もしくはそういうのを指導する、指導費用ですかね、まあ、そういった人に対するものも OK と、人と、そうですね、はい、まあ、あとは、何でしょうね、透明な板っていうんですか、まあ、ああいったものを備え付けるですとか、条件がいろいろ細かくあるんですが、使えるような枠になっております。はい。はい。ですね。まあ、こういった感じの補助金があるので、まあ、次回はですね、次回締め切りが8月7日なので、まあ、今からでも間に合うことは間に合うんですが、まあ、もし困ったというようなことであれば、社団の方に相談いただければ、急いで、サポートをするようなこともできます。あのですね、この、補助金、まあ、他の補助金もそうなんですが、申請が通る書き方ですとか、独特の癖ですとか、コツとか、まあ、書いた方がいい、加点審査ポイントですとか、まあ、そういったものがあったり、あとは申請書類が膨大だと、いうようなこともあったりするので、忙しい 社長さんのために、まあ、社団がサポートするといったようなことも可能なので、まあ、お問い合わせいただければと思います。はい、ただですね、ご自身で書いてどん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 進めたいというような社長さんがもしいらっしゃいましたら、まあ、希望が多かったらですね、また機会を見てそのコツですとか、まあ、そういったものを動画で、ご説明したいというふうに思います。はい、今回は以上です。ありがとうございました。また、チャンネル登録ですとか、高評価、もしくはホームページからの問い合わせなど、どんどんお待ちしておりますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。